このコーナーは私本庄まなみが実際にもう一つの京都を訪れその場所の魅力をお届けするコーナーです。今回訪れたのは綾部市。この綾部という場所を簡単に紹介しましょう。綾部市は京都府の中央北寄りに位置する田園都市で、美しい自然環境や豊かな里山、田園と農村の暮らしがある場所です。それに加え京阪神地域と日本海地域をつなぐ交通の要衝地であることから、地方小都市ながら様々な機能や特性がバランスよく備わっている町です。11月は綾部の伝統工芸である黒谷和紙に魅了され、愛知県から移住し黒谷和紙職人として活躍、京物認定工芸士に認定されている吉野綾乃さんへのインタビューの模様を通じて綾部の魅力をお伝えしていこうと思います。今週は2週目です。まずはこれまでのダイジェストをどうぞ。卒業後何しようかなって、就職する気もなくて、どうしようかなとこう考えてた時に、なぜだかまた2回生の時に見た黒谷の紫色の便箋がこうふっと頭の中に浮かんで、とっても綺麗だったので、紫色の便箋が自分もあんな綺麗な髪をすいてみたいと思うようになったんですね。黒谷の和紙の特徴としてはとても強いっていう特徴があります。最近ではいろんな、襖紙、障子紙、あとはもう笠紙とか提灯紙、注文があればそういった特殊な紙も作っています。この黒谷和紙、およそ800年前平家の落武者が紙すきを黒谷というこの村に伝えたというふうに言われているそうです。丈夫な紙というお話吉野さんされていましたけれども、本当にね繊維の一本一本がとても長くて細いんですけれども、それがしっかりと絡み合うことで強い紙になっているというお話でした。さあ今週見つけた綾部の魅力その2は美しい道具です。さあ一体どういうことなんでしょうか。それでは今週の京ハーモニーをお聞きください。失礼します。はい、どうぞ。狭いところですが、わあ、もう入り口を入るともう大きい、はい、水槽のようなものと、あとなんか板のようなものがたくさん並んでいたりするんですけれども、なんです。ここが紙すき場なんですけれども、この入れ物、船っていうんですね、四角い、木でできてるんですね。はい、ここの中に、水と、これが紙の素なんです。構造の繊維なんですけども、ちょっと見せていただいてもいいですか。はい、ちょうど綿みたいな感じです。本当、濡れた綿みたいですね。はい、わ、でもこうなんか繊維が本当に細く長くヒュヒュッと飛び出しているのが分かりますけれども、はい、へえ、綺麗ですね。はい、なんとも言えない色。これはこの色と、もともとでも植物ですよね。あ、はい、そうなんです。この構造の木がちょうど外に、窓の外に緑色の葉っぱが茂ってる。このすぐ手前の、はい、これが構造の木なんですか。構造の木なんです。へえ。もうじき落葉、葉っぱが落ちるんですけど、でも枝をこう切り取るんですね。そしたらヒューとした2、3メートルの細長い枝だけ残るんですけど、それを蒸すんですね。大きい樽のような入れ物に入れて、蒸してやるとペロッと外側の茶色い部分ですね、今見えてる、はい、の外側の茶色の皮がペロッてめくれるんです。その茶色の皮の内側に白い皮が隠れてるんです。その部分だけを使って和紙の原料、はい、それが和紙の原料になるんです。だから
とてもわずかなんです。そうですね。でもこの今見ているこの状態にするまでは結構時間がかかりそうですね、はい、その中の白い部分は、はい、線ね、棒というか、はい、木ですね。そうなんです。あのまた工程があるんですけれども、すごいな。案内していただいた紙すき場なんですけれども、あまり動かないでも専念できるというのね、すごく機能的なスペースになっていました。とにかく大きい船と呼ばれるお風呂みたいなね、あの水槽がとても印象に残りました。さあ後半どんなお話が飛び出すんでしょうか、お聞きください。あの今日今まで便箋を漉いてたんですけど、はい、でもそれが便箋の型なんですか？はい、便箋のこれ桁っていうんですね。あのこれをちょっと一遍外してみると、こんな感じ。これは今日作ってらしたものなんですか？はいはい、そうなんです。へえ、綺麗。これを巣と言いまして、はい、この巣をここの中に挟み込んで、すごく細い簾みたいな、はい、そうなんです。あの日よけのあの簾の細い感じのものなんですけど、竹で竹を細く本当に細くして、それをこう編み込んでたものなんですけれども、これ、はい、職人さんに作ってもらうんですか、こういう道具って。そうなんです。専門のこの簾と桁職人さんがいて作ってもらってるんです。その道具からしてなんとも美しいものですね、すごく綺麗ですよね。ちょっと一遍すいてみましょう。はい、お願いします。はい、はい、便箋なのでそんなに厚くないので、すぐにこうして出来上がるんです。え、もうできたんですか？はい、薄く透き通って。そうなんです。構造の繊維がここに乗ってる状態です。あ、四角く、本当だ。6枚一気に、ね、はい、6枚の便箋ができました。なんかあっという間で手品のようでしたけれども、はい、これで後ろに押して、はい、上に上に積み重ねていくんです。じゃあこの今、はい、もう積んであるのこの厚さが結構もう1センチ以上なってますけれども、はい、これ全部すいたものが積み重なってこの厚さになっているということですか？はい、そうなんです。だいたい30枚ぐらいは積み重なってると思います。どのぐらい積むんですか？そうですね、だいたい100枚とか150枚とか、ね、はい、一気にこうずっと毎あの1日過ぎてこれぐらいの高さにして、はい、その後にこうギュッとあの後ろのジャッキで後ろに、はい、水を絞ってやるんですね。今もなんかこれや、あ、はい、水気を取ってる状態なんですか？はい、この中に今このついたものが挟み込んであって、はい、この板の下にあるんですか？あるんです。ちょっと隠れて見えないんですけど、これをギューッとこうして絞ってやって、あとは乾燥の、力みたいな、はい、作業になるんです。ではあの早速本庄さんに、はい、はがきすき体験のあのしてもらおうと思うんですけども、全然、はい、あの経験ないんですけれども、はい、できるんですか？あ、はい、できます。大丈夫ですか？はい、はがきを作れるんですね。はい、そうなんです。楽しみ。さあ吉野綾乃さんのお話ですけれども、黒谷和紙の紙すき場にあの案内していただきました。すごくね、
入り口はとても小さいドアになっていて、で入ると目の前に船というその紙すきをする材料が入っている大きい水槽があるんですけれどもね、その前に窓があるんです。で窓の外には楮の木が生えてまして、で本当にね一株だけだったんですけど、すごいこう勢いよくヒュンヒュンと細長い枝が伸びていまして、でそれをこう刈り取って、まあ、集めて、これが材料になって紙すきをしていたということで、今はですね黒谷の村で全部の楮を集めることはできないので、まあ、他の地域からも注文して取っているみたいなんですけれども、そういうふうにこう割とこう刈り取ってもまたすぐ生えてくるっていうすごい丈夫な強い木なんだそうですね。そして私が一番思うのは、どうしてこの木が紙になるっていうことを最初にね発見した人ってどんな人なんだろうなって思うんですけれどもね。それぐらいこう他の木とあんまり見た目には変わらないわけですよ。でもこれは紙になる木、これが楮の木っていう風に言われてみると、はあ、これが紙にっていう目で見るんですが、でもそれにしてもこれがとても美しい薄手だけれどもとても丈夫な和紙になるっていう風にはやっぱり素人にはちっともわからないなというふうに思いながら見ていました。でも不思議なものですよね。その材料を使って、で他にも、まあ本当に材料はシンプルで、トロロアオイっていう水にとろみをつける植物とかそういうこう本当にシンプルな、すべて自然からこう得たもので紙をすいていくんですけれども、実際に吉野さんの紙すきの音を聞いていただいたかと思いますけれども、バシャバシャっていう水の音じゃなくて、なんかこうタップンタップンっていうね、なんかちょっとまろやかな柔らかい水の音がしたと思います。これは楮と水が混ざっている、原料と水が混ざっている中にトロロアオイというものが含まれていて、それがこうちょっとしたとろみをつけていて、で和紙をすくにはそういうふうにこうとろみをつけておくと水落ちがゆっくりになるので、よく繊維同士が絡んでいい紙になるから、このトロロアオイというものが使われているんだということもお話しいただきました。本当にね、すごく長い歴史のある和紙なので、もちろんその当時からあるもので作っていたんでしょうけれども、今もなおその製法が、伝統的な作り方が守られていて、しっかりと受け継がれている、そのことに本当に驚いた一日となりました。さあ来週も吉野彩乃さんとともに綾部の魅力を探っていきたいと思います。以上、タッチ・ザ・キョーハーモニーでした。